皆さまこんにちは本日は12月19日に東証グロース市場に上場の株式会社トリドリをご紹介してまいりますスタジオには代表取締役社長の中山貴之様にお越しいただいております事業の内容や特徴企業理念などを伺ってまいります中山社長よろしくお願いいたしますよろしくお願いいたしますさて皆さんはインフルエンサーという言葉をご存知でしょうか 影響や効果といった意味を持つインフルエンスという英語が由来とされており世間に対して大きな影響を与える人のことを指しています現在ではインターネット上で絶大な影響力を持つ人物を指すことが多く今日はこうしたインフルエンサーを支援している株式会社とりどりをご紹介してまいりますさて中山社長ご自身ももともとはインフルエンサーとして活動されていたそうですがどのような経緯で起業されたんでしょうか。はい 私中山の自己紹介なんですけれども私自身もともと YouTube やブログなどでインンフルエンサーとしししてて活動しておりましたそこでこのインフルエンサーのこう個人の発信の可能性にすごく気づいてですね、えー、まあ自分がプレイヤーでやるというよりもこうそういったインフルエンサーの力を最大化するためにサポートするような事業をしたいという思いで起業のきっかけに至りました。 ここで,ですね。インフルエンサーがどういう状況で困るかどういうサポートを受けたいのかなどインフルエンサーの気持ちがわかるということがまそういった経験をしたというので一番の強みになっているというふうに捉えてますそれこそが当社にたくさんのインフルエンサーが集まる状況を作り出せている大きな要因と考えていますなるほどではどんなミッションで経営されているんでしょうかはい弊社はこの時代のニナイトニというミッションを掲げておりましてインスタグラムや YouTube など SNS 上で活動されるあらゆるインフルエンサーを支援しておりますインフルエンサープラットフォームとしてインフルエンサーの価値を最大化し企業インフルエンサー消費者誰もが手軽に SNS の力を享受できる世界を実現していきたいと考えておりますはいたくさんのインフルエンサーがプラットフォームに集まるとともに御社も成長を加速させているんですよねはいとりどりのパワーをご確認いただきたいです取扱高は 昨年34.8億円でした他の広告代理店やインフルエンサーマーケティング事業者の売上高と比較する場合にはこの取扱い高で比較いただければと思います登録インフルエンサーは直近3.5万人います私たちは売上総利益を最も重視しており昨年9.7億円で前年比で74.4%の成長をしています今期3クォーターまでで13.3億と なっておりましてえすでに昨年の実績を超えております企業とインフルエンサーの双方を支援するツーサイドプラットフォーマーとしてえ今後もそれぞれを活性化させていきたいと考えております続いて支援しているインフルエンサーですけれどもフォロワー数の多いメガインフルエンサーからフォロワー数の少ないマイクロインフルエンサーまで幅広い層のインフルエンサーを支援しているのが特徴です特にマイクロインフルエンサーは個人に対して狭く深い影響力を持っており 一般的にエンゲージメントが高いと言われております右側の写真にあるように東京メトロ沿線のグルメ情報を投稿しているホームさんはインスタグラムのフォロワー1万人なんですけれどもまあ、ニッチな投稿でグルメファンからは根強い人気があり支持されております現時点で対応している SNS はインスタグラム、TikTok、YouTube、Twitter ですけれども今後も新しい SNS が影響を持ち始めた際にはいち早く対応していきたいと思っております はい、幅広い層のインフルエンサーを支援しているということですけれどもこうしたインフルエンサーと企業の橋渡しをするのが御社のビジネスということなんでしょうか、はい、一部のサービスを除くメインビジネスであるインフルエンサーマーケティングについてご紹介させていただきます。 インフルエンサーの投稿を見た消費者は商品を購入したり予約来店したりしていますこうした経済圏の中でトリドリはインフルエンサーと企業の双方の間に入り支援をしております企業からインフルエンサーに提供される報酬の一部を当社は手数料としていただいておりましてその手数料部分のみを売上売上総利益として純額で収益計上をしております続いてえっと最も重視しているう売上総利益の推移です 各サービスにおいて順調に推移しておりまして直近3クオーターの売上総利益は5億4000万と前年同四半期と比べて190%と力強く成長しております。とりどりは2016年に創業しておりますがもともとはこのインフルエンサーマーケティングが新しいマーケティング手法ということもあり企業にとって費用対効果が明確な成果報酬型のとりどりアドの事業からスタートしております。その後 SNS でのマーケティングが一般化していくにつれて 大手の広告主にも需要が広がっていたことからメガインフルエンサーのタイアップ広告を提供するトりドりプロモーションを開始いたしましたそしてインフルエンサーの可能性を最大化するべく中小企業の広告需要とマイクロインフルエンサーをつなぐトりドりベースを開始するに至りましたその他にも D2C ブランドの立ち上げやインフルエンサーの動画制作企画支援といったサービスも行っており自由に合わせて適切なサービスを作り変化の多い市場を乗りこなしてきました 黄色の部分のインフルエンサーマーケティングのサービスで全体の8割を占めておりますけれども中でも一番下、濃い黄色のとりどりベースに注力しておりまして最も伸びております直近の3クオーターにおいてとりどりベースが売上最大のサービスとなり全体の約4割弱を占めております。力強強強くく成長してていいいるとととうことななんんですねそんな御社社ののみみを教えてください、はいえー、会社の強みは営業と開発 そしてインフルエンサー支援の3つの組織が強みだと捉えております月間300社以上の新規契約が可能な営業の組織また月間2万マッチング可能な開発の組織そしてインフルエンサー出身の社員によるインフルエンサー支援体制が整っているということでこの3つの組織が強みと捉えております結果顧客企業とインフルエンサーのネットワーク効果を生み出しておりますそして時代の変化も追い風になっているようですね はい、SNS、画像、動画、メディアが、えー、世の中の中心になっていく中で、えー、企業の行動が変化したことに伴って私たちは成長することができていると認識しておりますテレビや Google が認知・検索に影響を与えていた時代には企業はテレビを見る消費者に対してマス広告を打ち Google での検索に対応するために SEO 対策を行ってきましたそのため認知の領域では大手の広告代理店がマス広告のメインプレイヤーとして君臨してきましたし 検索領域ではネット広告代理店やポータルサイトが大きな力を持っていましたこれからの時代は SNS が消費者の認知と検索の主たる媒体となってきますインフルエンサーと企業をつなげるプラットフォームが時代の追い風になって活躍できると考えておりますまたもともと SNS で広告を行う場合には代理店の担当者がついて企画インフルエンサーとの調整をすべてアナログで行う以外の選択肢がなく 大手企業が高い値段を代理店に支払いメガインフルエンサーを使うことが一般的でしたしかしトリドリが提供するインフルエンサープラットフォームでは企業の方が直接アプリで簡単にインフルエンサーをキャスティングできるので値段を安く抑えることができ幅広いお客様に利用していただくことができます今までインフルエンサーマーケティングを行うことが困難だった SMB の方々に新しい手段を提供しインフルエンサーマーケティングの市場そのものを広げていっております 企業が直接インフルエンサーをキャスティングできるということはサービスや市場の拡大につながっていきそうですねそして御社のターゲットにできる顧客層も幅広そうですねはい私たちが直近のターゲットとしている顧客は現在ポータルサイトを利用している事業者ですそういった会社は58万社あると認識しております SEO 時代になった2000年代から SMB 向けのポータルサイト事業者が王者として君臨してきました その時代において SMB 向けで SEO で戦ってきたプレイヤーはたくさんいましたけれども誰もこのメインプレイヤーには勝てていない状況ですただ SNS で個人が発信するこの画像と動画がメディアの中心になるというのは逃れられない大きな変革ですこれは2000年代に雑誌がウェブに変わりメインプレイヤーが生まれたときと同じような変化であると確信しております そういった中でポータルサイトを使っていた企業が SNS の対応を始めるのは時間の問題です。今私たちは SMB の SNS 対応のトッププレイヤーになることができているのでこのポジションを維持してサービスをより良いものにしながら時間をかけてチャレンジしていきたいというふうに考えております。続いて冒頭でもお伝えした通り今最も注力をしているトリドリベースをご紹介いたします。トリドリベースはマイクロインフルエンサーと企業のマッチングプラットフォームです。 とりどりマーケティングという企業向けのアプリととりどりベースというインフルエンサー向けのアプリを開発して提供しております通販店舗事業問わず幅広い企業が利用可能で顧客企業は月額4万円からインフルエンサーを採用し放題アプリを通じて早く手軽にインフルエンサーに仕事を依頼することができるようになってますまた顧客インフルエンサーともに審査体制を構築しており健全性の担保もしております 直近四半期の売上総利益は1.9億円でした前年度のクォーターと比較すると361%と力強い成長を実現できておりますではさらなる成長戦略について教えてくださいはいトリドリはインフルエンサーと企業をつなぎ消費者にも価値を提供するプラットフォームです企業に対しては SNS を使った集客を誰にでもできるようにするというコンセプトのもと 蓄積したデータを活かして企業にマッチしたインフルエンサーを紹介しマーケティング活動を最適化していきますより簡単に SNS やインフルエンサーの力を活かせる状況を作りたいと考えておりますまたインフルエンサーに対してはデータから個々のマイクロインフルエンサーの適性影響力を見極めることでその人に合った効果の高い広告案件を紹介していきます また将来的には広告のみならずえブランド作りや就職副業先の紹介といったインフルエンサーの価値を最大化できる状態を構築していきたいと考えておりますこうした企業インフルエンサーに対する支援を通じて細分化された消費者のニーズに対してもより良い商品サービスが心地よく消費者に届くような世界を実現させていきたいと考えておりますこのような成長戦略のもと現在注力しているとりどりベースの さらなる成長に向けたた足元の施策をご説明いたしま,すまず新規顧客の獲得体制を強化としてもともと注力していたウェブマーケティングだけではなく中小企業に対する営業に強みを持つ代理店や関連の強い企業との共催セミナー各種展示会への出展などアウトバウンドでの顧客流入経路の拡大に力を入れております続いて顧客単価の向上施策についてご説明いたします このトリドリベースはもともと企業には無料で提供していたところからスタートしておりまして適切なタイミングで値上げを行いながら顧客数を増やすことができております私たちはこの市場のプライスリーダーであり企業の需要を見ながら継続的に値上げを行いたいと考えております効果的な既存顧客のサポート体制も構築し LTV の向上にも努めてまいりますまた今後の顧客数の増加に備えて インフルエンサーの増加定着も積極的に行っていきたいと考えております最後に当社の利益構造イメージをお伝えいたしますもともと当社は素業のトリドリアドを中心に黒字の会社でしたグレーのラインのイメージです2018年にトリドリベースの開始を意思決定してから過去2度の資金調達をし積極投資フェーズに入りました ここ3年間は、とりどりベースの人件費、広告費に先行投資をしてきたため、とりどりベースの赤字により、とりどりベース以外の4事業合算では安定的に利益が出ておりますが、全社では営業赤字となっております。このとりどりベースの売上成長とともに、今期、えー、ベース単体でも営業黒字が出せるフェーズに入ってまいりました。ここから先は、投資回収を意識した持続成長期間に入ってまいります。 では最後にご覧の皆様へメッセージをお願いしますはい上場は到達点ではなく事業成長のための手段であると考えております投資家の皆様と適切な対話を行っていくことが重要であると考えておりますので本日を機に当社をご理解いただき引き続きご支援いただけますと幸いです本日はありがとうございました本日はスタジオに株式会社トリドリの 中山高幸社長にお越しいただき今後の事業戦略などについてお話を伺いました中山社長ここまでありがとうございましたありがとうございました